動画がダサくなる編集ミスをご紹介します。こんにちは、映像クリエイターの成瀬です。今回は動画がダサくなる編集でのミスを5個、そしてそれぞれの具体的な解決策を解説していきたいと思います。編集が終わり、いざ完成した映像を見てみると、どこか素人感がある。ただプロの作成した動画とどこが具体的に違っているのかがわからないというようなことがあるかと思います。この動画ではそのような素人感やダサいと感じてしまう原因で最も多い事例を5つに分けて、すぐに実践できる解決方法と一緒にご紹介していきます。それでは動画がダサくなる編集ミスの1つ目はカラー。シネマティックな映像に欠かせないのがこのカラーです。まずはカラーコレクションをして、そしてカラーグレーディングをすると思うんですが、正しく行うことができれば映画のような世界観を演出することができますが、そうでない場合にはチープな印象を視聴者の方に与えてしまいます。今回はカラーの編集ミスでよくあるラットを使う際に起こる事例を紹介していきます。僕を含めた様々な映像クリエイターがラットといって色のフィルターを販売していますが、多くの方が購入後に実際使用してみると色が強く出過ぎてしまったり、反対に色が綺麗に出ないなど、うまくラットを使うことができないといったことが多くあるかと思います。これはラットを当てる前のカラーコレクションが正しく行えてないことが原因です。なので早速今からラットをうまく使うための実践で解説をしていきます。今回はダヴィンチリゾルブの画面を使って解説するんですが、どの編集ソフトでも考え方自体は同じなのでご安心ください。まずラットを当てるための素材として、ソニーのカメラでログ撮影したこちらのカットを今回は使用していきます。この時点でラットを当てたとしても、もちろんうまく色が出てこないので、まずはこのログ撮影された眠たい映像をニュートラルな色味に戻すカラーコレクションを行っていきます。最初に行うのは露出調整、明るさを整えていきます。今回は細かいツールの説明というよりは、どのような流れで行うのかをお伝えしたいので、設定の説明などは省略していきます。細かい方法はこちらの動画を参考にしてください。ではまずは明るさを整えていきます。はい、次にやることは、この眠たい絵から色味を取り戻すために彩度を上げていきます。はい、次にコントラストをつけて明暗さをつけていきます。あとはホワイトバランスがずれていれば調整していきます。今回はこのままで大丈夫です。ここまでのカラーコレクションを行った後に初めてラットを適用していきます。単純に当てただけではかなり色味が強いので、お使いの編集ソフトで適用度合いを弱めていきます。これが一番のポイントです。ダヴィンチリゾルブの場合はこちらのキー出力の値を弱めていきます。こうすることでラットをきれいに使うことができました。まとめると、まずログ素材の色味をニュートラルに戻すカラーコレクションを行う。その後にラットを当てる。そして最後にラットの適用度合いを弱める。これだけで綺麗にラットを使うことが可能です。もちろんこの他にも様々なエフェクトなどを用いて色味をさらに深めていくんですが、解説すると長くなってしまうので今回は省略していきます。ここで少しだけお知らせです。僕が普段行っているカラーグレーディングを一瞬で施すことができるツール、 YN パーグレードを販売しています。このツールはダヴィンチリゾルブに読み込んで、2つのステップだけで簡単にシネマティックな色味を手にすることが可能です。概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは動画がダサくなる編集ミスの2つ目、 FPS とスローモーション。シネマティックな動画に欠かせないのがこのスローモーション。ただ FPS とスローモーションの関係を正しく理解できていないと、このように映像がカクカクした現象が起こってしまいます。これは動画初心者の方によく見られる編集ミスの一つで、動画を並べて編集するタイムラインの FPS の設定と撮影時の FPS の設定を理解していないと起こってしまうミスです。まず動画とは1秒間に何枚の写真で構成するか、この値のことを FPS というんですが、例えば24、30、48、60などの FPS の種類があります。FPS には撮影時の FPS と編集時のタイムラインの FPS の2つがあるので、ややこしく感じてしまうんですが、これらの関係を正しく理解することでシームレスなスローモーションにすることが可能です。まず前提として、シネマティックな映画のような見た目にしたい場合には、撮影時ではなくタイムラインの設定を 24fps に設定する必要があります。例えば撮影時を 24fps、 タイムラインも 24fps にした場合、仮にこの設定で映像素材の尺が1秒のものだったとします。これをタイムラインに載せて2倍のスローモーションにする。そうするともともと1秒で24枚の写真を2秒に伸ばすので1枚あたり12枚の写真となってしまうので映像にカクつきが生じてしまいます。次に撮影時を 48fps で1秒の素材、そしてタイムライン設定が 24fps の場合、この1秒の素材をタイムラインに載せて2倍のスローモーションにするともともと1秒間に48枚の写真があるので2倍に引き伸ばしても1秒間24枚とタイムラインの設定とピタリと当てはまり、滑らかなスローモーションにすることが可能となります。これは 48fps 以外でも考え方は同じで 60fps であれば 2.5 倍のスローモーションにすると1秒間ちょうど24枚、 120fps であれば5倍のスローモーションにすることで1秒間24枚となります。ここの考え方を正しく理解しておくことでカクつきのない滑らかなスローモーションを手に入れることが可能です。次に動画がダサくなる編集ミスの3つ目、画角。3つ目は画角です。画角とは撮影時に被写体を映す範囲のことを言うんですが、動画初心者の方の作品でよく見られるミスとして連続して同じような画角のカットをつないでしまっていることが挙げられます。例えばこの映像を一度ご覧ください。同一のシーンを3つのカットとしてつなげていますが、どれも同じような画角のカットのため変化を感じることができず、素材がなくて無理やりつなげたか失敗したかのような印象を視聴者の方に与えてしまいます。この場合の解決方法として2つの方法があります。まず1つ目は撮影時の方法に依存するんですが、同一シーンでつなぐ際には画角を分けることです。ワイドショット、ミドルショット、タイトショット、この3つで分けてつないであげることで映像に深みが増しシネマティックな印象にすることが可能となります。最低でもこの中の2つの画角を使ってつなぐようにしましょう。もう一つはそもそも同じような画角の素材しかない場合の解決方法です。それは編集時にリサイズをすることです。この場合はズームをしてあげて元の素材と組み合わせてあげます。元の素材をズームで引き伸ばすので多少画質は落ちますが、同じ画角を連続してつなげるよりは絶対的にこちらで対応することをお勧めします。元の素材が 4K 以上で撮影したものであれば多少引き伸ばしたとしても画質を保てるのでそこまで気にされなくて OK です。なので同一シーンでのカットのつなぎの際には必ず画角を最低2つ以上は組み合わせてつなげるようにしましょう。次に4つ目は音声。この4つ目のミスは初心者ではない方にも多く見られる編集のミスとなります。編集をする際に例えばその映ってる被写体に対して効果音、サウンドエフェクトを後付けする機会があるかと思います。サウンドエフェクトをつけることは没入感をプラスさせるためにも重要な要素ではあるんですが、最も多くあるミスとして合っていない効果音をつけてしまっていることが挙げられます。例えばこの川の映像でのサウンドエフェクトのミスを見ていきましょう。この川は穏やかに流れているにもかかわらず音声は強い流れをイメージさせるようなものを使っているので見ていて違和感を感じてしまいます。その他にも空撮で撮影した海の素材に距離が近い波の音など、サウンドエフェクトをつける際にはその被写体に強さやタイミング、距離感がマッチしているかを必ず意識してつけるようにしましょう。次に動画がダサくなる編集ミスの5つ目、 B ロール。5つ目は B ロールです。 B ロールとは A ロールがその映像のメインの部分に当たるのに対してその補助をしてくれるカットのことを言います。映像を編集する際にずっとメインのシーンのみで構成するよりも間にこの B ロールを挟んであげることで映像に深みをもたらすことが可能となります。ただこの B ロールを使うことは非常に大切なんですが、よくあるミスとしてそのシーンに関係性がないまたは関係性が薄い B ロールを入れてしまうことです。例えばこのキャンプをしているシーン、一旦ダメな B ロールの例を見ていきましょう。今回の B ロールは飛行機ですが、キャンプと飛行機の関係性というのはほとんど感じられないのでどうしても違和感を感じてしまいます。もちろん映像のストーリーの中でつながる理由がある場合には OK ですが、基本的には関係性がないので使うのは NG です。このキャンプにベストな B ロールの例として草木の揺れ、そして川または近くにいる鳥など生き物が挙げられます。B ロールを編集時に挟む際にはその場所と関連性が高いものを必ず入れるようにしましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回は動画がダサくなる編集ミスとしてよくある5つを紹介しました。これらを1個ずつ改善することで映像のクオリティを上げることができるので、ぜひ試してみてください。動画を始めたばかりの初心者の方や行き詰まりを感じている方がゼロから動画制作を学べるオンラインスクールを行っております。このオンラインスクールではベースの基礎をしっかりと固めてシネマティックな映像制作のノウハウをカリキュラム形式で学んでいけるようになっているので、撮影編集はもちろん作品を作る際の構成の考え方までトータルで習得することが可能です。ぜひ概要欄からお待ちしております。このチャンネルではシネマティックな映像制作に役立つ情報を発信しておりますので、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。